新型コロナウイルスの位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられました。はい、ようやくこの時が来たかっていう感じですよね。本当ですね。まあそうは言ってもね、私の周りは皆さんマスクを外している方が少ないんですよ。そうですねまだまだ警戒しているっていう感じがします。はい、まあそれはそれでね、自由なのかなっていうふうに思っています。そうですね。最近あの心配されているのが5月病だそうです。ああ、5月。はい、ゴールデンウィークが明けて、はい、コロナが5類に引き下げられたことで、はい、まあ、久しぶりに家族や友人と過ごす機会が増え、アクティブになり、ストレスが蓄積されやすいそうなんです。あ、ストレスになるんですね。はい、はい、この状況っていうのは準備運動なしにマラソンをするようなものらしく、マラソンね、そして疲れやストレスが体や心の不調に、つながりやすいっていう、そういう5月病のきっかけになりやすいと言われているそうなんです。はい、急激な環境の変化に疲れが出やすいそうですので、マイペースでお過ごしいただきたいなと思います。はい、ゴスペルは耳から入って心に安らぎと良い波長、良いパワーを起こしてくれます。はい、ゴッドスペルと呼ばれるくらいですからね、ゴスペルは。はい、今日も癒されてほしいなと思っています。はい、ゴスペルレディオステーション、素敵なゴスペル音楽とトークをお届けしていきたいと思いますので、1時間最後までお付き合いください。